ヒロさん、おはようございます。あの、昨日のようなことがないように。ごめんなさい。はい、やはりこれもダメでしょうか。ベッドの前で高博さん見つめていると、なんか幸せな気持ちになって寝てしまうのです。ごめんなさい。はい、おや、お疲れですかな。それならば、より一層腕を振るわなくては。お待ちあれ。電子遺伝子？あ、なにそれ。ああ、あの箱のことか。へえ、あれで温められるんだ。あ、お粗末様。珍しいのか。高博さん、出かけられるのですか？
飛び飛びなんですよ、記憶が。だからどれが一番古いのかわからないのです。でも少しだけあるのですよ、つながらないような突拍子もない記憶が。でもそれは昔の記憶ではなくて、もしかしたら夢の類かもしれませんが。リニアがずっと歩いているのですよ。なぜ歩き始めたかはわからないのですが、それでもリニアはずっとずっとずっと歩き続けているのですよ。何のため歩いているのかわからないのですが、それでも歩き続けて、気がついた時には手が外れてなくなっていて、次に気がついた時には足が錆びて動かなくなって、そして誰もいない場所で倒れたまま動かなくなって、それだけなんですよ。あとは全く覚えていないのです。人はお母さんとの出会いを覚えているのでしょうか。リニアはいつからレイさんと出会ったのかよくわからないのです。気がついた時にはレイさんがリニアのそばにいてくれて、リニアの記憶は曖昧なのですよ。それは今でもそうなんです。タカヒロさんとつい最近出会ったのに、リニアはもっともっと昔にタカヒロさんと出会っていて、そして今の生活をもう何十年何百年も続けてきたような、そんな錯覚を覚えてしまいます。レイさんだってきっと最近出会ったはずなのに、それがまるで出会いが古すぎて思い出せない、そんな感じがしてしまいます。記憶が曖昧で、何が新しくて何が古いのか、その境界線があやふやなのです。はい、申し訳ありません、お役に立てなくて。あの、なぜレイさんのことを聞かれるのですか。はい、それでは失礼いたします。タカヒロさん、調子ですか。調子はですね、調子は普通です。普通です。
今日もご本をお探しですか？エスペラントですか？エスペラントで書かれた聖書ですか。だから言葉だけは初めて見た言葉でもすぐにわかるのですよ。はい。聖書って不思議な本ですよね。お茶を入れてきますよ。高弘さん、なぜ嫌な顔をなさるのですか？微妙な言い回しですね。でも、頑張ってリニアさんのような美味しいお茶を入れてきます。お待たせしました。今日はダージリンティーです。え？どうかなされました？ダージリンにジャムを入れて飲みましょう。苦味を殺すって？あ、はい。さあ、誰かはわかりませんが、北の大陸に伝わる飲み方らしいですよ。北の大陸では古くは紅茶にジャムを入れて飲んだらしいんですよ。そうですか？ジャムを入れると美味しいですのに。ベニョベニョって。おかわりはいかがですか？そうですか。そういえば、今日はお勉強ではないのですか？そうですか。では何を？おかわりを飲みますか？そうですか。いっぱい作ったのに。
絵本を読みましょうか。そうなんですよ。今日本社に頼んでいた本が届いたのですよ。少し待ってくださいね。星の銀河というお話なのですよ。なんでも一部がまた発見されたみたいなのですよ。私もまだ読んでいないのですよ。高弘さんとこれを一緒に読んでよろしいでしょうか。でも一部だけみたいですよ。はい、それでは読みますね。昔々あるところに年端もまだいかぬ幼い少女がいました。お父さんとお母さんを亡くしてしまった少女は住む小さな家も眠る小さなベッドすらなく、帽子と服、そして情け深い人に恵まれた一切れのパンを手に一つだけ持ち、寒空の町の中をさまよい歩き続けていました。さまようこの幼き少女に町の人は誰も何も与えようとしません。温かい毛布も温かいスープも人のぬくもりも、肌寒い町は人々を早歩きにし、この少女の姿すら見えないものとするようでした。彼女はそんな町をただひたすら南の方に歩くことにしました。昔お母さんに南はいつでも暖かく食べ物がたくさんあると聞いたことがあるからです。小さな小さな少女の足ではいくらいくら歩いても南の暖かい国に着くことはありません。それどころか町の外に出る壁すら見ることがありません。信心深い少女、小さな小さな彼女はそれでも歩き続けました。